どうもこんにちは、ニガメ岐阜の化石ハンターまゆみんです。今回は、前回の続きで水波で取ってきたこちらのフナクイムシの化石、正確に言うとフナクイムシとその巣穴のこちら生根化石を補強していきたいと思います。これはクリーニングというよりも、補強補修が正しいのかなって思いますが、ちょうど取ってきて2週間くらい経ったところなんですけど、これ見えますか？トレーの上に黒いもろもろが落ちてきて結構やばいです。なので、土日私イベントの仕事でいないので、もう今日中にこの危なそうな松ぼっくりの断面とこちら、フナクイムシの生根化石だけ補強していきたいと思います。はい、ではちょっとフナクイムシについて説明を軽くしていきます。フナクイムシ、虫ってついてるんですが、これ実は貝の仲間で、見た目はすごい虫というかヒルっぽい細長いやつなんですけど、ちょっとあの画像は苦手な方がいそうなので、あの調べたい方は調べてください。で、英語ではシップワームって言うんですけど、海のシロアリとも呼ばれているらしいんですけど、海に浮いてる木材にこうやって穴を開けて住んじゃって、もう船とか木がボロボロになっちゃうんですよね。これただ穴を開けて巣穴にするだけじゃなくて、さらに石灰質の膜を張ってトンネルみたいにして、それで巣を作るみたいなんですよ。なのでこんな風に生きてたよっていうことが分かる生根化石になっています。しかもここね、ちょっとまたひびが入っちゃってるので、前回のクリーニングの悪夢を思い出して、今日はとりあえず補修だけにしとくんだけど、化石の状態からチェックしていきます。はい、ではアップにしていくとこんな感じです。どうしよう、なんかもう結構この辺とか剥げちゃったかな。もう本当にもうこんなのでと怖いので早めに補修していきます。はい、では修復していきます。今回こちらの普通の木工用ボンドを使っていきます。とりあえず水でこう薄めたものを化石に直接かけてボロボロを補修していくんですけど、多分ね、直接化石にも触れない方がいいと思う。筆でこうやるともうボロボロって崩れちゃうといけないので、ポイントで取って直接もうかけます。じゃあ試しに順番にかけていくよ。やばいよやばいよ、もう結構やばい、もうほろ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 これ浮いてくるもんね。これかけただけで浮いてきちゃう、相当やばい。なるべくこれ触れないようにするしかないね。よかった、筆使ってたらちょっと結構剥がれちゃったと思う。セーフ。特にこの穴になってるところがすごく弱い。とりあえず全体にかけます。ここと、かこの辺小さくひび割れてってるから、もう結構まずいな。かけるとか塗るっていうことを意識しないで上に乗せる感じがいいかもしんない。こういう化石はそうすると水が自然にこう化石本体が乾いてると吸収してこうスーって吸い込まれていくので、わあ結構もろもろが入っちゃう。簡単に持ってるこういうシンプルな作業ほど意外と手間と時間がかかる。染み込ませた時にもうこの浮いてる部分、動かせるものは元の位置にこう貼り付けながらやっていきます。もうここが危ない、もうこれダメだダメだ、崩落しかけてる。針で直針でいこう。
れ船食い虫船食い虫じゃなくて船食い虫の巣穴頑張れ、うん、ここだな、定位置はここだ。感覚でわかる。パズルがはまるようにこのボロボロになった先がピタッと行く場所があるんだよ、こうやって触ってると。なのでそのはまった瞬間がこの木の破片の定位置。決めはここだ。よし、カメラを左で気にしながら、なんか手術じゃないんですけど、こう組み立て直してるんでちょっと時間かかったので、木の網目に沿って薄くテカテカにならないようにこう伸ばしていくしかないですよね。はい、では一通り薄めたボンドをかけたので、待っている間にどうしようかな、こっちじゃなくて簡単な方の松ぼっくりさんをやります。松ぼっくりさんはね、そんな苦労しなさそう。ちょっと筆でやるね。裏側いきます。なんかこのマーブル模様すごい好きなんだけど、ニス塗るみたいな感じでやっちゃいます。うん、じゃあこのまま乾燥させておきます。では最後の、はい、最終関門いくかな。こっちの方が多分難しいと思うんだ。あーなんか壊れたし、あーもうやばい、なんか崩落しかかってる。ここがやばい。はい、一旦冷静になって始めます。はい、ちょっとここで休憩タイムです。明るいうちから始めたのにだんだん日が落ちてきてしまって意外と時間かかりました。でこちらの松ぼっくりさんとこちら側は綺麗に補修できました。今ねちょっとまだ乾いてなくて白く残ってるところがあるんですけど、はい、この2つは完了です。今ここの新聞紙の上に置いて乾かしてます。で問題がこちら側のなんですけど、はい、今ちょっと崩落しかけて結構やばいです。あとどうしようかな。まず壊れたところから直していくんですけど、春補修をしてから行きたいんですけど、これすごい問題があって、ボンドって乾くまで透明感がないんですよ。白なので綺麗に継ぎ目ができたかどうかわかんない。なので本当だったらロンアルファかなんか使った方がいいのかなって思うんですけど、瞬間接着剤は何が問題かっていうと、一発でくっつけないとダメ、全て終わってしまいます。でボンドの方は乾くのに時間がかかるから、乾くまでだったらいくらでも修正効くんですけど、なので作戦を考え中。あどうしようかな、あどうしよう、困ったな。ちょっと夜になっちゃいましたけど頑張ってみます。なんか結局早く終わりそうな動画に限って全然終わらないのなんでごめんなさい。はい、じゃあちょっと頑張ってみます。はい、では今こんな感じです。でここの破片がこの下で、これが土台なんですけど、まずここが浮いちゃってるんで、これを先にくっつけてからこれをくっつけないと全部崩落してしまうと思います。上も下もやばい。このベリッとなってるところがこうなんだ、ここ貼って、次下のなんだけど、次にここちょっと空洞ができちゃってるから、ここがねすごく脆いの。これちょっと硬すぎるから、これぐらいのテクスチャーかな。テクスチャーで流し込めばいけるはず。
ボンド透明で見えないので下を想像しながらピシッと合うところを決めて修復するのがすごい難しいです。これが壊れたからまずこれの補修から。火がここなんですけど、でこれとこれがどこだったっけ。でもこの茶色いのが見えてるんだけど、こうかな。なんかちょっと合わない気がする。あ、できたできたできた。こうだ。ここの色味とここの色味が、この色味と柄が一致したから下から見た方が良かったね。こうだ。とりあえずね、ここは下から見た時木目を揃えました。イエーイ、私って天才。だから私はイベントの前日に何を神経すり減らすことやってるんだって。ごめんなさい。ちゃんと仕事も頑張ります。はい。で問題はね、この上なんだ。おかしいな、なんかね、納得いかないんだよね。で、落ちてきた破片。わかった。この破片、ここだわ。はい、ここですね。これが、この真ん中なんだけど、この土台がまだ乾いてないから、ちょっとオイボンドして、待つ。これ全部ボロ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 崩れてくるから、その都度こう内側から補修して取っ手をひたすら繰り返さないといけない。こんなん大変すぎる。塗った直後はすぐ速乾性じゃないからグラグラしちゃうので、塗ってちょっと半透明になったぐらいでペタってつけるとすごい綺麗につくんですよ。でもなんか気持ちが焦っちゃうと、もうその上からどん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 こう組み立てていきたくなっちゃうんですけど、それをやるとこれ土台っていうか木そのものがそもそもフナクイムシがいて超ボロボロになってるから、全部土台ごと崩れてさらに細かく細かく崩落していくっていう。なのでやっぱ焦っちゃダメですね。でももうここまで頑張ったのし、もう本当に粉々になっちゃってるのはちょっともう許してほしいです。もう無理。次貼るのがこれ。見て、ここにつけておきます。はい、ここがこうなんじゃないでしょうか。奥がピタッとしてるのでこれで間違いないと思います。多分これがここだと思います。ぴったり。はい、はい、こんな感じです。で、あ、今すごいことに気づいちゃいました。ボンドで濡れてテカテカになってるから気づいたんですけど、その乾燥してる時全然気づかなかった。これ石灰質の管ですよね。これとこれ、フナクイムシが穴を掘った時に木の穴の中にこう作る管なんですけど、そうだ、多分これがそう、それっぽくない？本当にフナクイムシいたんだ。わーい。ここにもフナクイムシの管があって、濡れるとよくわかるんだなと思って、なんかね嬉しい。このなんか水をつけるっていうか、ちょっとテカテカになった時に改めて見るとあってわかる時がある。ね、このつなぎ目とかもそうなんだけど、乾燥した状態だと分かんないんだけど、ちょっとウェットになって色や表面が分かった時に瞬間的にパンってつながる時が結構多い。で、
一個どうしても分からなかったこの迷子の破片が多分これなんじゃないかと思うんだよね。最後のピースが終わりました。ここの厚みとここの厚み、多分ここが崩落しちゃってるんですけど、こう延長線上に行ったらもう絶対ここだと思うんですよね。で、ちょっと木の木目を合わせます。こうで、ここの三角形になってるこの木目の隙間のここに、ここをパズルみたいに合わせて、できた。イエーイ。し、今夜はデスメタルを聞いて踊らないか。ちょっとデスメタルとか言っちゃった。今回大変だったですけど、前の鱗崩落事件よりはマシ。今回は3時間で済みました。明日か明後日かイベントに来られる方は地獄で会おうぜベイビーすいません、行ってみたかっただけです。あの深い意味はないですよ。こっちの石の方がポロポロと崩れてくるので、この周りも中心に補強しておいた方がいい気がしてきた。多分ここからも結構こういう角から崩れていくと思うから、イベント展示に向けてスーパー追いボンドにしとく。これからイベントの準備を私はしなきゃいけないので、あの乾くまでちょっとあと2時間くらいかかると思うんですけど、完全に水分が抜けて周りと同じ色になるまで多分丸1日とかかかっちゃうと思うんで、木工用ボンドだと、ちょっと完全に乾ききった時にどんな風になってるかが不安ではある。はい、イベントから帰ってきたので早速どんな感じになったか見ていこうと思います。いい感じに仕上がってますね。よかった。適度にテカテカ感もアップさせながらしっかり補強しました。で、特にこの縁の辺とか崩れやすいところを中心に補強してあります。管のところも綺麗に残ってていいですね。松ぼっくりさんは全体的にちょっと石って感じが増した気がします。マーブル模様に光沢が出るとちょっとかっこいいですよね。普通のノーマルタイプの松ぼっくりさんです。これの断面がこう、どうですか、なんかめっちゃいい感じで満足です。イエーイ。修復に付き合ってくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまたまた。バイバーイ。